始まりました。まとま TV です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で今日はですね、チャタンのライブハウスノッツの方に来ております。4月21日土曜日、はい、アニマゲドンイベントが開催されるということで、はい、県内最大級のアニソイベントアニマゲドンの方にお邪魔しております。はい、普段アニメとか見てます？アニメね、全然見ないんですよ、はい、私もあんまりアニメは見ないんですけど、でもね、なんか アニソンで、ね、イベントこんな大きいのやるっていうのは、ね、どんなものかって、ね、そう、モッツでやるっていうのもまたすごいなと思って、うんうんうん、今日はどんなイベントになるのかちょっとリポートしていきたいと思います。よろしくお願いします。マトバ TV、はい、今回アニマゲドンの主催のエンディさんに来てもらいました。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は来ていただきありがとうございます。本当にありがとうございます。アニマゲドンに関しましては、もともと県内の若い子たちの目標となるための、イベントっていうのを作りたくて、でやっぱりアニメとか、漫画とかゲームもそうですけど、オタクカルチャーでまとめられるものって結構否定的なイメージを持たれやすくて、はいはい、でやっぱりマイナスなイメージであまりイメージ持ってない方がいらっしゃって、それって若い子にもやっぱ通じて、うん、あまり表現できないんじゃないかなって楽しく、もしくは隠さなきゃいけない趣味みたいに捉えているものをやっぱ打破したいし、僕は沖縄県内のパフォーマーを集めたイベントをやろうっていうのを立ち上げました。でそれが続けていくことで若い子たちがこのイベントにいつか出たいって目標にしてほしいなと思って今も続けております。僕よく詰まるから。ちなみに、はい、ラーチュー学校出身？そう、ラーチュー学校出身。ラーチュー学校出身なの。だからあの先輩がこういうことをしてるっていう動画また後輩としてもとってもいらっしゃいます。それは嬉しいですね。那覇中から発信してるっていうのが本当に嬉しい。びっくりだ、びっくりだ、びっくり。先輩、はい、後輩、那覇中のため頑張りましょう。那覇中のため頑張りましょう。せーの、おー、チョコルル、お願いします。あ、チョコルルさんです。すごい素敵な衣装で、あー、いえ、とんでもない。コンセプトなんですか？なんでしょうね、ちょっとアニメの世界から飛び出してきたのをイメージしたんですけど、誰かは分かんないです。今日は、あのチョコルルさんは、はい、そうですね、初めての参戦なんですけど、初めて MC をさせていただくことになりました。はい、チョコルルさん、普段アニメとか、普段はアニメはあまり見たことなくて、今日は皆さんにいろいろ教えてもいただこうと思っていきました。チョコルルさんでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。ちなみにこれは何のポスターの？アイカツ。アイカツ。アイカツのイリア葵ちゃん、うん、はい、あのそこでウィッグをこれから、あ、マジっすか。でも関係ってなんだ、はい、じゃあかけてもらって、ね、じゃあ完成してもう一回ちょっと、あ、もう一回お経由は誰かにさん、はじめまして。はじめまして、よろしく、光栄です。今までこのアニマゲドンを見ていてどうですか、うん、あ、でも変化というか、すごくやっぱりいつも盛り上がって人もいっぱいいるのでいいイベントだなって思います。今日はどんなこのコンセプトでコスプレされてるんですか？今日は化け物語の戦国なでこちゃんです。はい、物語ありがとうございます。これ全部見ました。そうなんだ、はい、見ましたよ。じゃあ見てテンション上がったんじゃないですか？あ、ごめん、あの 2年前ぐらいに行ったからありがとうございました。ありがとうございます。はい、谷さんでした。沖縄県内で開催されている踊ってみたオンリーイベントで、はい、学生を中心としたダンスイベントとして人気を博しており、今回はそんな沖縄の代表メンバーによるパフォーマンスが披露されるとのことです。拍手でお迎えください。チーム沖縄の皆さんです。
名前もね、ひろこ先生来ていただきました。結構お客さん入ってきてすごいありがたいなって思いますね。どんどん人増えてますね。めっちゃ増えてましたね。後ろも、おーみたいな、憧れるみたいな感じコスプレイヤーの方々が結構増えて、はい、最初は全然いっぱいいますもんね、なんか、はい、すごい増えてるんで、沖縄にもそういうコスプレイヤーの方々が増えてきてるんじゃないかなと、ちょっと感じてきてますね。はい、ボーカルならではの見せ方と迫力のある生演奏でお客様を熱狂の渦に巻き込むこと間違いなしです。声が上がってますね。すごい。それでは盛り上がっていきましょう。はい、アイドルマスターの草薙地大さんのキャラクターなんですけど、はい、まあ、僕の推しキャラというか、あ、もう好きなキャラクターなんですね。はい、どうですか、このアニマゲドン来て。このイベント初めてなんですけれども、はい、出てる出演者は結構いろいろ知り合いで、僕もアニメ系のバンドやってるんで、はい、ジャスタウェイっていう、ボカロ系のバンドでドラム叩いてる。ステージでもこれを着てます。僕の戦闘服なんで。はい、はい、あ、でも今日はこれもきちんと、そうです、清掃です、清掃です。はい、人狼陣営は人狼が3匹いて狂人が1人います。ここだけ覚えてもなんとかいきます。はい、この4匹が人狼陣営です。さあさあさあ、皆さんお待ちくださいね。皆さんが応援してる相手が人狼かもしれねえぞ。そうかもよ。はじめまして、沖縄究極人狼で、人狼プレイをやってます板倉と言います。今日は大きな声で分かりやすいプレイをしていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとう。はじめまして、沖縄県でプロのパフォーマーとして活動して、いい感じ。スペアリブ。入ってるの？どこで？あれ？あ、全然わからない。すげえすげえ。リアル。待って、これ自分で蓋開けたら開くんですか？すごーい。すげえ。ドクターペッパーが入ってる。すげえ。これは何？あのエナジーチャージ用ってこと？キャラ設定もバッチリですね。ありがとうございます。皆さん、こんばんは。こんばんは。私たちは、せーの、ポップキューティーです。よろしくお願いします。お願いします。皆さん、アニマギドンありがとうございます。あの、演技がすごいですね。私個人的にあのナルトはすごくあの見てたので、お二人見た時にとってもテンション上がったんですよ。ちなみにお二人は合わせて一緒にいたんですか？いえ、全然合わせないです。あ、知らない人、はい、あ、そうなんだ。男性コースで
今日たまたまお会いして、そうなんですよ、アニマゲドンってはまだイベントなんて、そういう恋愛同士の出会いの場でもあるってことですよ。そうだね、本当に恋愛仲間が増えるし、また盛り上がるですね、うんうん、そういうのでもまた注目されていくイベントで、これから何年行くかなってどんどんなってると思うけど、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、そっちでもね、ちょっと1曲ほど歌うことになるんですけれども、はい、よかったらちょっとね、K-POP も好きだよって人がいたら遊びに来てください。TV はライブハウスモッツの方で行われていました、はい、アニマゲドン、アニマゲドン、はい、取材してまいりました。どうでした？いや、本当に皆さんの表現力が私驚いて、なんかコスプレしてるレイヤーさんとかも写真撮りますってやったら、こうポーズを自然に決めたりとかもそうだし、あと歌って踊ったりとかしている演者さんとかも、もう本当になりきってるなっていうのを見た時にエネルギーがすごいなって思って、なんだろう、アニメがめっちゃ好きっていうのは思いがめっちゃ伝わってくるんですよ、見てて。じゃあ来年のアニマゲドンはぜひ、ね、はい、僕たちコスプレして、うん、あの参加と取材させてもらいたいと思います。そうですね、はい、じゃあこれからも、はい、アニマゲドンの活動を応援して、はい、いきましょうと思います。イエイ、はい、じゃあ今回のまとま TV は、はい、県内最大級のアニソンイベントアニマゲドンを取材してまいりました、はい、じゃあ次回のまとま TV もぜひ見てくださいねということで、はい、せーの、まとまアニマ